皆さんこんにちは。今回はくるみと大豆粉の黒糖パンを作ります。まずはいつも通りの生地練りです。生地の硬さは柔らかめです。練り時間は9分ほど練りました。生地が8割ほど練れたら下準備をしたくるみを入れてください。くるみを混ぜ込んだら生地を仕上げます。生地を練り上げたら1次発酵です。30度で50分発酵させてください。一次発酵が終わったらガス抜きをしてから6分割に切り分けます。切り分けたら丸め直してベンチタイムです。15分ほど休ませてください。ベンチタイムが終わったらドッグ状に成形してください。ドッグ状にできたら細長く伸ばします。細長く伸ばしたら編み込んで成形します。結ぶように成形したら二次発酵に入ります。30度で25分発酵させてください。二次発酵が終わったら大豆粉を適量振りかけてから焼成です。190度で16分焼いたら完成です。